のアースの BBC が送る新たな奇跡の物語。今度の主役はミーアキャット。体長30センチの小さな彼らはアフリカカラハリ砂漠で家族と助け合いながら生きている。彼らの好物はサソリ、天敵はヘビ、そしてワシ。日課は日光浴でも、時々やりすぎて貧血に。住処は土の中の穴、たまに巣穴を間違えて怒られてしまう。小さな野生動物の大きな生命力を描いた感動のドキュメンタリー。立ち向かえ地上30センチの勇者たち。ミーアキャット。